先日46歳の誕生日を迎えたサマーズ大竹さん、同じ年齢の有名人ってどんな人？あ、大竹12月8日誕生日だった。ああ、大竹さんいくつでしょう？46です、46っていう、似合い、46です、若い、若い、みんな結構言ってるでしょ。昔みんな言ってますけど、中学校時代に46の親父ったらすごい年取ってると思う。もうすぐ死ぬ時じゃなくて昔です。大丈夫、何百年も前の時代なのね。誰と同い年？同い年いっぱいいる。俺の同い年は時いっぱいいるでしょ。全員みんな出た、ちょっとバカっぽかったですね。あの野球でいう桑田清原世代。ああ、桑田清原ですね。江口洋介、おお、小田裕二、おお、松村邦弘、おお、伊集院光、伊集院光、伊集院光、山崎邦生、多いね。多いです。玉ちゃんとか、玉ちゃん、玉黒さん、玉黒さん、はいはい、すげえ、いっぱいいますね。多いね。多いですよ。小田裕二とかあったらなんて読むんですか？裕二とか言う。ダメですよ。いや食べたけど、あ、スーパースターなんです。スーパースター、エグちゃんとか、エグちゃんとか、エグちゃん、いやいや、それも違う業種だとヘイヘイしちゃうよね。そうなんですよ。俺の年すごいっすね。俺の年はすげえ。俺の年超すごいっす。俺の年あります。俺の年打たれた日。多い。打たれた日とかなんすかそれ。誕生日の日。誕生日。俺の年の新一番豪華さ。それ聞かなくてもいい。確かに。ああ、もうだんま何歳だって。27です。誰がいいの？なんだ。子供本田圭佑、その長友、ダルビッシュ、亀田光輝、ウサインボルト。タレントは？タレントさんだといねえじゃねえか。タレントさんで確かにあんまりいないです。27。いや知らないだけ。どんぐらい年齢でキスマイとかと一緒？ジャニーズだった。あのそうです。キスマイ。カツンとか。キスマイの北山君とかはもう俺より上なんですか？そうなんだ。上のやつ出してくるの？同じぐらい。そうです。上を出すんじゃねえよ。よくその玉で勝負に行ったな。いっぱいいるっつうからすげえ出るのかと。そこまですごいでしょ。まあまあすごいけど。います？だっているよそんなの。誰ですか？誰だっけ？一郎でしょ。一郎、うわ、一郎、宮沢りえさん。宮沢りえ、俺が言うのこれ。俺1個目だよ。井村と俺違うんだ。違うんだ。あ、違うんだ。俺は中井さんと一緒ですからね。タメ？もういたすでに。ゴールデンエイジ。もういきなりすごいのがいますもん。嘘だろ。あんまいないよな。いや、いますよ。だから木村さんでしょ、こうなると。そうなんです。2人ね、すでにスターが。あといなくない？いやいや。いるでしょ。あ、ツッチ。ツッチ。芸人は多い。いや、いないよ。あと、カバちゃん。カバ。カバちゃん。え、カバちゃんおらんし？違う、カバした。予想、なんか40。予想か。予想はいいよ。カバで予想。ピエール滝さんが見たアマちゃん、能年玲奈さんの素顔とは？渋かったね、役。そうでした。うん、あ、大丈夫でした。あ、大丈夫、大丈夫。よかったです。なんでな、悩んでたの？悩んでというか、うん、後ろで全然セリフないじゃないですか。ないないない。で、僕の中で動く背景って呼んでたんですけども、うん、お寿司屋さんらしいことを、うん、こうぽいちょいちょいしてたんですけどもね。大丈夫でした皆さん。大丈夫。じゃあよかったです。能年ちゃんってどんな子なの？あの子は能年ちゃんは、うん、まあ基本あんな感じでしたよ。でも役のまんまというか、はい、役より普段の方がポヤーンとしてますね。ポヤーンとしてるの？はい、なんかこう能年ちゃん元気って言っても「はい」みたいな感じで。っていう感じの。あのドラマの出演者たちは異常に仲がいい。岩手の方のね、あっちの方の人たちはずっと一緒でしょうから。僕あのしかも役の方が東京の方なので。あ、そうか。東京のお寿司屋の役なんで、一回も岩手も行ってないですし、ジェジェジェも行ってないっていう。ジェジェジェも行ってない。ジェジェジェも、はい、一回だけ行ったんですけども、あのお客さんが言ってる体のやつだったんで、ジェジェジェ言い損なったっていう。あのそうそう、武井壮の第一発見者なんですよ。武井くんがですね、どこで発見した？何年ぐらい前だ、もう7、8年前になりますかね、うん、西麻布の僕バーで飲んでおりましたら、うん、カウンターにジョッキを持って、うん、なんか、うん、こうやってやってる人がいるんですよ、うん、ジョッキ見たら真っ白い飲み物飲んでるんですよ、うん、なんだあの人と思ってそば行って、
何やってるんですかって聞いたら、竹井君がこれですか、これはですね、今ね牛乳を飲みながら犬のガムを噛んで歯を鍛えてますって言ったんですよ。バーでしょ、はい、歯をね鍛えて、歯を鍛えるとガッて力の時にガッてやっててガッてなるんですよって言ってるから、なんだこいつってことになって、でちょうど僕その時あの音楽番組やってましたんで、そこにじゃ あの面白い変わったやつがいるからって出しちゃおうってことになってテレビ出るようになったのが、まあきっかけといえばきっかけですけど。そうらしいんだよ、はい、やばいでしょこの人見たら。お酒は飲まないんだ、だから牛乳を飲んでやって、だからバー来なきゃいいのに。はい、でこれでこれですよ。何やってた、ホントトレーニングです。はい、牛乳飲むの当時本当に家なかったんで。そうなんです、リアルに。あ、当時四駆のでかい車乗ってたんで、うん、そこの後ろに毛布引いて、うん、あのいろんなとこ移動してはトレーニングして、だから西麻布の坂ちょうどいいからいつもそこでダッシュして、そのバーでトレーニングのアフターケアをしてたっていう、うん、お酒は飲まない、お酒は飲まない、お酒は俺は一切お酒は飲まないさ。だバー行っても、うん、すいませんっつってミルクロックでっつって。海外旅行中に時効即戦に襲われた場合に備え、病院で使える英会話をお勉強。例文はこちら。Huh? I can't hear you because my ears are clogged with earwax. どういう意味ですか、はい、これは、え？耳垢が詰まっているのでよく聞こえません。あ、いうことですね。原因は分かってるわけですよ。そうです、自分で分かってる。自分で分かってる。分かってる。分かってる。じゃあ、どれやろ。どれじゃあ、皆さん、あの私のリピートアフターミー。はい。はぁ、はぁ、 I can't hear you. I can't hear you. Because my ears are clogged. Because my ears are clogged. With earwax.With earwax。 まあいいんじゃないでしょうか。これどういう時に使うんですか、これ。まあ耳垢が詰まった時にお医者さんに行って、はい、まあ、このでお医者さんがどうしたんですかと聞かれて、はぁ、おかしいです、おかしいです。続いてはファスナーに陰茎が食い込んでしまった事故。これね、ありそうで俺の周りあんまりないけどね。ないですね。ね、実際あるのかね。僕はね、小1、2の時に2、3回ありましたね。自分で、テテッってなりましたね。同じぐらい。だから俺も小学校の時は2、3回ありました。あ、そうですか。じゃあ俺もあった。くらがしのやつ。でも噂によると、田中さんは業界内でもね、一義を争う一物の持ち主という。あ、でかいこと自慢してんの。あ、なるほど。いや、まだ小1、2ぐらいですから。でも田中さんは非常にね、立派なものを。大きいんです。これがまた本当に何なんでしょうね、この宝の持ち腐れって。そうなんですよ、この顔にこれをつけてもうどうにもならないっていう。こっちはイケメンなんですよ、すごく。イケチンなんだ。イケチンで、でも本当にでもああいう事故が起きてたのは、その皮が有り余ってた時期というか。ああ、まだ被ったから。要は皮がいっちゃうじゃないですか、ずっと 先端部分に。絶対そうか、皮に行くんだ。皮に行くのか、先端部分の。どうなんですか先生、なんかそういう、あの過去にそういう。そうですね、やっぱりあの子供さんが多いですね。あ、で確かにちょっと皮にちょっと傷がついたっていう感じで、うん、実際にはもう取れた状態でおちんちんの皮がちょっと先生傷ついてますっていう感じで来られる方が多いですけども、子供なんか遊びの途中しょんべん行ったらなんかって焦るんだよね。ああ、そうですね、早く行かなきゃいけない、急ぎの時ですよね。これは何、その後外し方が載ってるわけ。ね、外し方も、はい、ちゃんとここにあの明記されてるんですが、あのせっかくですんで、またあのバタラポリ先生の動画を、ま、動画がまたあるんですか。え、ちょっと待って、これ放送して大丈夫なんですか。大丈夫です、あの代用品を使っておりますので。ああ、代用品 To demonstrate a zipper entrapment。 だんだん怪しく感じてきます。 We have taken a glove and ああ、なるほど。 in a zipper。 ああ、 One technique
ワンテクニック。Would be to cut ジッパーを短く切る。The zipper short. どういうこと？なるほど。Right underneath the slide. もう外しちゃうの？起きちゃうの？あれ切れるんだ。And then taking hemostats or Kelly clamps, pulling the teeth apart. Oh, 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 oh,